我が半身よ。翔太ちゃん？君たち、なぜこんなところに？授業はどうしたんですか？いや、それ先輩が言う。そっちこそ、どうしてこんなとこに？俺は、うちの生徒が授業をサボって飛び出していったから、追いかけてきたんです。いやいや、それ結果的に先輩も学校サボってない？な！あ、しまった！くそ、これも飛行に走る生徒のせいだ。大丈夫かこいつ。面白いけども。面白いだろ。この人があの役回りで嫌われてないのはこういうとこのおかげだよ。それで翔太ちゃんが追いかけてきたのってやっぱりキリコちゃんのこと？もしやアミキたちも彼女を追って？ええ、そうなの。お話ししていたら突然飛び出していってしまって。意外ですね。貧困法制なアミキと不良生徒の宮迫くんが知り合いとは。不良生徒ね。あの子そんな悪い子には見えないのだけど。いやいや、あの金髪、高速無視、そしてあの風紀委員に対する態度、どこからどう見ても不良ですよ。ただ不良といっても我が校の生徒です。更生の余地はあるはず。諦めてはならないのです。君たちもそう思って彼女を追ってきたのでしょう。学校を抜け出すのは良くないことですが、その精神はとても高潔です。そういうことにしておこうかな。とりあえずここに来たのは間違いなさそうだ。先輩、キリコちゃんはどこに？それがチケットを買おうとしたら財布を忘れたことに気づいて、途中で学校を抜け出すなんて初めてだったもので、全て置いてきてしまって。先に行っちゃったってことね。じゃあさっさと追いかけよう、部長。今の声、急ごう。だ、待ってください。俺も行きます。入場料どうしよう。かしら。今の時間は立ち入り禁止のはずだけれど。やっぱり人がいなさすぎると思った。あー、ごめんなさい、すぐ出てくんで。こちらこそ分かりにくくてごめんなさい。植物のお世話のために時間を区切って立ち入り禁止エリアを作っているの。ん？ん？出口まで案内するわね。ありがとうございます。お姉さん、ここの職員さん？ええ、管理人みたいなものかしら。へえ、若いのにすごいね。やっぱ植物が好きで。あまり人の多い場所での仕事したくなくてね。花や草木に囲まれている方が落ち着くでしょ。上からの指示で無料入場券なんて配っておいてなんだけど、本当はお客さんも少ない方が嬉しいわ。でもわかるな。私も嫌なことがあったんだけど、ここ歩いてたらちょっと落ち着いてきた気がするもん。それはよかった。ここを手入れしている甲斐があるわ。植物ね、育ててみようかな私も。草木はいいわよ、嘘をつかないでしょ。人間はすぐ嘘をつくからね。確かに。でもまあ必要な嘘もあると思うな。相手を傷つけないために
自分が傷つかないためにそうする必要もあると思う。草木はお世話をすればすくすく育つのよ。期待した通りの姿になってくれる。愛を注げば注ぐだけね。ああ、それ最高だね。人間とは大違いでしょ。でも期待通りに育たなかったからって失望したり悪態ついたりしたくないな。え？勝手に期待しといて、勝手に期待外れだって一方的に理想を押し付けて、そういうのムカつく。あ、ごめんなさい、なんか勝手にぐちぐち言って。最近ちょっと夢見が悪くて八つ当たりしちゃった。あ、じゃなくてあの、すみません。やっぱり今日変なこと言う奴らに会って頭の中に嫌なことがいっぱい。夢を見せたのはあなたたちじゃない。え？夢を見せ続ける気がないなら最初から嘘なんてつかなきゃいいのよ。あのお姉さん、ごめんね、なんか気に障った。私あなたのこと知ってるわ。え？許せないわ、大嘘つきめ。な、何これ。ちょっと待って、頭が。ここまで追い込んでもデジヘッドにならない。もしかしたらと思ったけど、あなたバグね。思い出してしまって苦しいのかしら。現実の記憶を、そしてあなたの罪を自分の手で罰してあげたかったの。それがバグ退治にもなるなんて、運命ってあるのね。無様ね。この音楽、ここに学士がいるのね。あっちだ、気配を感じる。急がないとまずいな。ちょっと待ってください。おい、ついてきているぞ。結局入場料踏み倒したのか。あいつ翔太ちゃんも夢を見た人間なのよね。説明して一緒に行った方がいいんじゃない。あの堅物に説明して納得させる時間ないっすよ。急がなきゃ。だったぜ。
一気に片付けよう。お、いいもの見っけ。片付けようぜ。うわぁ、これジェクリもらえるもんはもらっとけい。ザクでザク。この見っけ。もらえるもんはもらっとけい。さっさと片付け。お、いいもの見っけ。今のうちにやっちまおう。燃える戦いだったぜ。
コだザコ。そ、大丈夫？お腹痛くない？今のバトルの感想は？もらえるもんはもらっとけい。お、いいもの見もらえるもんはもらっとけい。満足したかしら？するわけないでしょ。わけわかんないし。でもあいつらの言ってたことが本当だってことはわかった。じゃあなおさら、私は私の人生を生きるんだから、あんたなんかに邪魔されてたまるか。あなたたちの聞こえのいい言葉にはもううんざりなの。さようなら。大丈夫かい、キリコちゃん。 あんたたち、なんで？怖かったよね。もう大丈夫だからね。バグってこんなに数がいるのね。オブリガードの学士パンドラ。パンドラちゃんね、あまり手荒な真似はしたくないの。私たちは。ちょっと待ちなさい。翔太さん。何ですか、その変な格好は。校則違反です。翔太ちゃん。君、刃物ぶっちぎりで校則違反じゃないですか。ああ、今それどころじゃないから黙っていろ。ああ、校則違反だ。もうわけわかんねえよ。さすがに多勢に無勢ね。でもあなただけは殺すわ。獣植物め。外したか。私なんかかばうのよ。どうしてって、そんなこと言われても。俺だってわかりませんよ。体が動いてしまったのだから仕方ないでしょう。私のことずっと嫌いだったじゃん。嫌いなことはあるわけないでしょう。未来ある君のこれからを思って、たとえ憎まれたとしても、ルールは君の枷ではありません。ルールこそが君を守ってくれるのです。先輩、
なんだ、俺は前にもこんなこと。キイちゃん、翔太ちゃんの胸、いける。翔太、Are you ready? Go! させない。うわ、先輩、変身中に邪魔するなんてありか。無作法だぞ貴様。奥で待ってるわ。逃げられると思わないでね。最悪、偉そうに一匹狼ぶって、私結局守られてる。キリコちゃん、危ないから下がって。誰にも縛られたくないって自由を満喫してたってのに、この生き方自体が誰かに敷いてもらった道だってんでしょ。バカらしい。ごめんだわ、こんな世界。キリコ、自分の生き方くらい自分で決める。先輩を助ける、邪魔すんな。今度こそ、全力で行くぞ。さあ、ほらよ。やっ、痛いのに。手加減はなしだ。どうだ。消すまでは。当たれ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。どうだ。切り捨てごめん。やべえ、かっけえ、侍だ、たぎる。時代劇みたい、素敵。何これ。カタルシスエフェクトという、まあ説明は面倒だから考えるより感じるのだ。聞いたっけ、あんたが戦う力くれたみたいな。まるで映画みたいだな。おお、飲み込みが早い。そういう設定の漫画とか映画とかよくあるじゃん。それより、助けに行こう。私も戦えるから。正体を知られちまった以上、パンドラもなんとかしないとな。悪代官みたいなセリフだね。キリコちゃん、本当にいいの？まだ混乱してるんじゃない？そうだよ、ここは僕たちに任せてたっていいんだぜ。絶対嫌。私のせいで翔太先輩がさらわれてるんだし、何もしないなんてありえない。だそうだが、どうする部長。ありがとう。ザコだザコ。もらえるもんはもらっとけ。
さっさと片付けよう。のみっけ。この曲、パンドラちゃんのなのよね。物悲しさもあるけど、とってもいい曲ね。うん、いい曲。前からよく聴いてたんだよね、パンドラの曲。顔出しもしてないし、あんな人だとは思ってもみなかったけど。そういえばキリコ、なんでお前パンドラに恨まれてるんだ？あっちはお前のこと知ってる風だっただろ。そうだっけ。うむ、必要にお前だけを狙っていた。何か関係あるのか？現実で知り合いか？身に覚えがないよ。カタルシスエフェクトにも目覚めたんだ。全部現実のことを思い出したろ。ハケ、気になる。だあ、やめろってば。そういうのは無理につつくべきじゃないんだよ。人には触れられたくない過去だってあんの。ダメよキイちゃん、言いたくないことを無理強いしちゃ。めんどくさ。いいよ、そこまで丁重に扱ってくれなくても。キイ、こっちもごめんね。屋上であんたの言ったこと信じなくて。いいぞ、許す。それよりここがその夢の世界だとして、先輩たちみんな本当に現実に帰りたいの？みんなもそれぞれ最悪な夢見てるんでしょ？あの最悪な現実が待ってるんでしょ？もちろん現実には帰らなきゃダメよ。理由聞いていい？何でもなの。僕はササラさんほど胸張って言えないし、ぶっちゃけ迷ってるけどさ、帰るのが正解なんだろうなってのは分かってる。こっちに依存してる奴らを見てたらそう思うよ。って答えで OK？ 部長さんは？なるほどね。教えてくれてありがとう。キリコはどう思ってるんだ？帰りたくない気持ちはあるよ。くぅー！お前らは本当、たるんどる！初代帰宅部はもっと帰る気概に満ちていたと聞くぞ！安心してよ。帰るのが怖いって気持ちよりも、ムカつくって気持ちの方が勝ってるからさ。怖っ。是非を考えるのは後回し。まずは勝手なことしてくれたリグレットに文句の一つでも言ってあげなきゃ気が済まない。キリコちゃんかっこいい。本当にお侍さんみたい。その前にまず翔太先輩助けないと。行こう。よもや、今日足らぬものを切ってしまった。
やっべ、さっさと片付けようぜ。もらえるもんはもらっとけい。よもや、卑怯。さっさと片付けようぜ。いいもの見て、あとでいただくっす。もらえるもんはもらっとけい。お、いいもの見っけ。もらえるもんはもらっとけい。あとでいただくっす。君たち、わざわざ危険を冒してまでこの俺を助けに来てくれたというのですか。助けられっぱなしじゃカッコつかないからね。宮迫君、無事でよかったっす。翔太さん、パンドラは？ああ、俺を閉じ込めた後どこかに行ってしまいました。
一度も戻ってきませんでしたね。捕まえたはいいものの処置に困ったか。状況整理のために聞かせていただきたい。何でも聞くがよい。君は一体何なのですか。なぜ浮いているのですか。それに先ほどの君たちの奇妙な姿、パンドラと名乗る自在に植物を操る女性、異常なことばかりだ。いつからですか。いつからこんなにも秩序のない世界になってしまったのですか。翔太ちゃん、残念だけど。最初からなんだってさ。すごい数のマリオヘッド。待ち伏せか。そりゃそうだよな。まずいね、この数。翔太先輩守りながらジャップが悪い。安心するがいい。パンドラにさらわれる前に翔太の心の準備は完了している。え、今度は邪魔はなしだ。 Are you ready? Go live!翔太さん、なんだこの姿は。これは君たちと同じ。先輩、説明は後。戦うよ。手加減はなしだ。どうだ。はい、残念。全力で行くぞ。手加減はなしだ。僕の手のひらの上だぜ。全力で行くぞ。ほらよ。手加減はなしだ。確保。やるじゃん、翔太さん。翔太ちゃん、初めての戦いなのにすごい。無我夢中だったからです。わけがわからない。でもその姿になった瞬間に全部思い出したでしょ。説明してください。まずは状況を整理したい。リグレットが作った仮想世界リドゥ。俺が夢で見た光景の方が現実。なるほど。翔太ちゃん、信じるのはなかなか難しいかもしれないけれど。いいえ、信じるには十分な材料が揃っています。過去の後悔が囚われた原因というのも納得です。そうか、本当にあれが現実。現実の俺は結局何も変わっていないのか。あ、何があったん。ダメなのかこれ聞いちゃ。いい子いい子。私たち現実に帰るためにキイちゃんに協力しようと思うの。よかったら翔太ちゃんも一緒に。兄貴、俺はどうしたらいいでしょうか。俺はこんな時どうしたらいいかを知りません。なーに、
ショウタ自身が帰りたいか帰りたくないかだろ。自分のことだぞ。俺の気持ちは後回しです。ルールにマニュアルに従うべきです。確かに異常事態だ。この世界は間違っている。人の気持ちをもてあそんでいる悪趣味だ。だからといってこんな未知の世界で闇雲に動くことは正しいと言えるのでしょうか。翔太ちゃん。翔太先輩さ、こういう時どうしたらいいかも生徒手帳に載ってるかもよ。宮迫君、それは皮肉だな。校則にばっか従ってるからこういう時テンパっちゃうんじゃないの。校則は守るべき規則であり、集団生活を送る上での規範です。これは長年かけて精査されてきた結果でもある。翔太ちゃんは現実に帰ることには賛成なのよね。この世界に居続けることは無意味だと思います。ですが、ですが。ああ、もう自分がどうしたいかくらい自分で決めなよ。よし、いいでしょう。多数決で決めようじゃないですか。は、まあ、それで気が済むならいいけど。さあ、現実に帰った方がいいと思うものは挙手を。はーい。今のところ、はい、保留中。ふむふむ、なるほど、よくわかりました。現実に帰りましょう。力をお貸しします。なんなんだお前。もういい、パンドラのところ行こうよ。張り切っていきましょう。喧嘩売る相手選んだの。もらえるもんはもらっとけ。お、いいもの見。
もらえるもんはもらっとけい。これはいじめにも。さっさと片付けようぜ。いいもの見っけ。もらえるもんはもらっとけい。
見つかった。おっ、いいもの見